クリエイティブディレクターの戸村亜希と申します。今回もお参加させていただいてありがとうございました。今回、今聞いたら8回目ということで、過去一番審査が難しかった回だと私は思いました。というのも過去に見たことがあるようなものっていうのが多くて、そのあたりとの住み分けが判断が難しかった。取り組み自体はとても素晴らしくて良いものなんですが、同じものっていうか何が違うんだっけっていうようなところでこう話が止まってしまうというものがいくつかあったと思います。それで何か力がある新規の新しい取り組みみたいなのは逆にあまりなかったということで、昔はその小学生1年生の時から6年生まで使ってみたいなの最初出た時はみんなでいいね、でも今はそれがどこの地域でも一般化されてきているっていう時に、時は良かったけど今年はどうなんだっけって、これは何が違うのっていうような違いで迷ったものがあったということですね。であとは川上から川下までっていうような言葉もこのウッドデザインでよく聞く言葉なんですが、川上と川下のそのコミュニケーションがどのようにつながっているのかで、例えばキーマンがいるはず、でもそのキーマンっていうのは書類の中に出てこない。でも今後はそのせっかくコミュニケーションの分野なので、そういうキーマンが誰だったかっていうようなことも伝えていただくと、なぜこのプロジェクトがうまくいったかっていうようなことが分かってくると思うので、資料にそういったこういうキーマンがいて、どういうことをしたからこういう大手企業と組めたのかとか、なんかそういったことも教えていただけると、今後のそのこれから取り組まれる方々に何が足りてないのかっていうことがより明確に分かる仕組みが作れるのかなっていうことが今回感じたところです。